毎日おまねにハイシキン tv のイシキンです。こんばんは。二千二十三年三月十六日の動画日記となります。撮影しているのは四月八日、えー、8日ですね。土曜日遅れてますけど撮ってます。はい、三、えー、月十六日はですね。えー、と、仕事の方は、まあ、八時ぐらいまで。 8、100時前ぐらいまでちょっとあの新しいことをやり始めて Google アナリティクスのね新仕様の GA4 というやつでえとまあ例えばページごとの表示回数とか直帰率とか滞在時間など諸々もろのね数値をどうやって検索するかとかねえどこの画面で見ればいいとかとかイベントっていうのを1個,個ずつ本とかねググりながら1つずつ確認していったのがえ仕事の方でした。はい、で夜は 渋谷の方にちょっと移動してですね友達と居酒屋でプチ飲み会をしましたプチというのは本当はね飲み会行ったら大体レモンサワーとかビールとかね含めて34杯から5杯飲むんですけどもあ人ト肉とかねちょっと今回はお酒財布を気にしてですね乾杯のビールとレモンサワーだけにしたのでプチ飲みと今言いました。はい ただ料理もねエビマヨ、えー、がこれがねかなり美味しかったですねポテサラも美味しかったし唐揚げも、えー、何もかもがね頼んだやつは全部美味しかったんですはいえー、でえっとまあ、今回はえっとまあ、僕の何、えー、だ退職、えー、会社辞めた報告だったりとかねえっと何だろう あのみんなそれぞれちょっと、あのー、ユニークな、えー、メンバー、えー、3人ともそうだったので、えー、とお互いねいろいろ、あのー、できないことも多いし、えー、とダメダメなところも多いけどやっぱりあの楽しく、えー、と生きていこうというかね、えー、手を取り合ってじゃないけども、あのー、なんとかなるから頑張って生きていこうみたいな感じで話したりもしました。はい、あとは、えー、とその えっと友達の、えー、働いてるお店によく最近来てくれてるらしいね、えー、方でそこの、えー、今回行った居酒屋で働いている、えー、っと方で芸人さん、えー、芸人さんというかえー、っと やってその方が、なんかその僕の YouTube をその友達から見せてもらって、なんか、えっ、ー、と、意識 TV、えー、いいですねみたいな、えっ、ー、と、ファンになりましたみたいな感じでもう、どこまで本とかはちょっと分かんないんですけども、言ってくれた方、えー、と、えっ、ー、と、会ってですね、ちょっと軽くなんですけども、ワンピース好きなこととかね、えー、挨拶してですね、また今度ちょっと、えー、なんか喋りましょうみたいな感じで、えっ、ー、と、なんか自分が、 自分のことを、えっ、ー、と、おはしき TV さんですね、みたいな感じで言ってくれる。もちろんね、多分、あのかなり、えっ、ー、と、なんか大げさにね、えー、言ってくれてるところはあると思うんですけども、それでもやっぱ嬉しかった、えー、し、YouTube やっていてね、こうやってね、良かったなと思います。はい。えー、そうですね、そんな感じかな。はい。えー、あとはなんかあったかな。うん、まそんな感じかな。うん。 本当にエビマヨもポテサラも美味しかったし、えー、そうですもうちょい何かやっぱ飲んでもよかったかなとは思いました全然酔ってなかったので、えー、ちょっと真面目な話も多くてもう少し酔ってね酔、えー、っ払った感じで、えー、とベラベラしゃべりればよかったかもしれないなとちょっと今ね、えー、数週間経って思いました。えー えそうだな。まあ、あとは、なんか、えー、キャッチアップするかはね、えー、と今でも未定なんですけども、友人がね、えー、ちょっと勉強し始めたというノーコードで、えー、とウェブアプリがね、こうサクッと作れますよ、みたいな。えーと みたいな、そういうツール、バブルってやつがね、なんか今流行ってて、それでなんか、案件を取っていって、バブルで、えっ、ー、と、ノーコードで開発する案件をどんどん取っていくかもしれないみたいなのを友人が、えっ、ー、と、別の友人からね、えっ、ー、と、聞いてですね、今勉強してるということを聞いたのも3月16日でした。はい。えー、そこに関しては、えー、なんか、えっ、ー、と、その後にね、その、 1>, えっと、1週間後とかに、えー、僕の方で、まあ、触ってみたんですけどもちょっとやっぱり、えー、英語でね難しいなと思ったしちょっとあんまり気が、えー、気持ちが気分が乗らなかったので、えっと、今現在、えー、別にキャッチアップする方向性ではないという感じです、はいえー、そんな感じで3月16日は、えー、っと新しい GFO の、えー、調査やり方を、ね、勉強し始めたのとあと、えー、渋谷で友達と,、えー、っと僕のことファンですと、ね、言ってくれた芸人、えー さんが働いている、えー、居酒屋で友達と3人で、えー、飲んで、えー、楽しかったよという1日でしたはい、えー、そんな感じで、えー、今日もありがとうございましたバイバイ